最悪な世界です。ハイパーボールで、こだわり足巻きと気持ちランベルしてます。ジョーカーとヘルジェックス、そしてワラタッチ使います。打つやつのフィレクチャー、こうやってそのまま打つやつのフィレクチャー使います。並べた方がいいかな、初段からで、その時は。すいません。はい。下目じゃ慣れる感じある。ルガゾロ。慣れそう。できたらでいい。お願いします。はい。ズラ2枚と4個1枚。はい。ゾラと4個出して、またゾラ出します、ね。うん。よし、これ。ベンテネギつけます。頑張ります。はい、どうします。どうするんだろうな。まあ、ネストボール。ゼラオラ出します。さっきよりいいね。ハイパーボールで、天然2枚捨てて。強っ。ちょっと待って、ペテク残ってなかったらやばいな。じゃあスマッチサンダーマンで。ごめん、さっきのネットボールで買ってきたよ。ネットいたからよかったけど。スマッチ使うんですか。使うよ。見てからサンダーマンって。初段なんで、低い。感じでこっちも入れようと思ったんですけど、やっぱ打つ気が安定かな。まあそうだね。並べた方が火力上がるのね、そっちはね。ガトン、スーパーボール。次もある。さっき何だったの？さっきエネ張って終わりで麻痺。じゃあピカチュウで弱点加えて。ああ。優勝準備がさっきのピカチュウ出す。じゃあリレー掴むよ、カットする。強い。で、7枚ドローですね。はい。1、2、3、4、5、6、7。さすがに引けてる。そっか、でも。入れ替え1枚足んなかったかっていうところですね。ぶつけて終了ですね。1枚です。あ、ごめん、出して終了。はい、わかりました。ドラグレックス進化します。白の使います。白のも随分安くなって、ラッシュが溜まってるんですね。500円以下で、500円以下で買えるようになったけど、自分1000円で買っちゃった。何件あれだよね、発売する前でしょ。適当な。白なんか安いの。緑一番の感じ。取引使います。こちらで写真化させます。取引もう一回使います。マジか。もっと出します。インテネギつけて溜まります。厳しいな。ドローします。ドロー、あ、強い。今のドローが強い。もっともっと。やました。これでもう手に貼って逃げて。そうだね、3枚ダッシュして、が進化するのが見えてきた。で、手回りして、ウルボリテージじゃなくて、人類図の効果によって逃げることね。これで、まあ、悪くなる。で、外中で、麻痺。ボコボコやん。進化、アロライ。アロライじゃない方がいいな、ちょっと。こういうシーンが考えます。考えずって。で、ウルボリテージ使います。1、2。
ちょっと分散しようかな。あの、GX はダブル無色で動けるっていうのは。これでいいかな。終わりです。麻痺はそこ抱えたいですか。麻痺はそっちのターンの種類じゃない。麻痺は特性使えるんですか。なんか、特殊状態には使えないとか書いてあるとダメなのかな。ハイパーボールで。いや、わかんない。ちょっと、昔はいちいち書いてあったな、DW の時は。DWGX してます。この特性は特殊状態には使えないと書いてあったから、書いてないから使えるのかな、最近のカードは。そうだ、使えないイメージで。あ、自分も確認し忘れた。マジか。サイド確認って、結構大事だね。カジュアルでやってるとやんないよね。進化させて、ピカチュウお願いします。なるほど、ピカチュウ、ピカチュウ、ね、そっか、そういうことができるのか。そういや、ルガルガンで、普通に強いです。それは強いわな。グズマ的なことを普通にやるの、前のフラガです、いや、厳しいな。しかも特性なんで、まだあれが使い、サポートが使えなくなる、いや、俺もあれを引かないとやばい。引きたいなぁ。つぼつぼ2枚はこれ、この盤面マジで邪魔なんだけど、それとは。取引、1回目使います。取引、2回目使います。それ強いよな。リエンド手札。ドラーク連動入るんじゃないの、これ。3回目使います。急に手札が。今度あれ、確かピショット、ピショットも強いんだ。ドローアートのエネオしてないみたいな。ピジョンって2進化でしょ、今。あ、ピジョン、ピジョンって。ピジョン。ピジョン、そうです。ピジョンが、ドローアートのエネ、スナイチスライで。じゃあ、麻痺か回復。あー、どうせライチ。ライチが。いや、違う、多分。いやー、きつい。今、引けてないですよ。電磁波。いや、これ殴るんじゃないかな。無理してでも殴るか。つけて逃げよう。ちょっと作戦を。で、まあ、プラズマフィスト160、ちょっと俺も動けなくなってきた。1枚引きます。今ライオットビートいくつなの。120です。120か。ロケードフラワーで。バトン、バトン泣いたよ。マジで。スペアまで使います。エクスペアで上手。ソロの柱になってあれになったらスカイヒート。ああ、まあね、ダブルあれで速速筋で。速筋で止めたんですよ、ね。相手が止めたんですけど、自分は勝手なんです。速筋、うん、ピン済み枠があれば、そういう時には邪魔できたの。よろしくお願いします。やばい、俺ちょっとエネが。ここでドローが止まるなんて。取引1回使います。いいな、そのドローソース、羨ましいね。取引2回目使います。こっから物が出るしが。本当だね、3回目。このままにすれば、スピンで入れてもいいかもしれない。そうだね、確かに。ルガドルで帰ってと、ダブルムシケネギ、ダッシュして。もうやばい、もう限界まで来れるじゃん。なんなのこれ。全員検索で、弱点なんで。弱点とか、バトンもないっつうの。ストーの弱点多すぎっすよ。ちょっと厳しすぎるね。まあでも最近はあんま取れないんで。どうしよっかなー。そこで終わりですみたいな。これで殴るプラン、まさかの。1、2、3、4、5。ナイス、ドロー。こっちジェイクソード使ってないんで、結構楽しくありますね。全然ビッグですよ、200でいい。やっぱ、普通手札力がありますけどね。普通なのかな。ハイパープル関係。ちょっと半分と相談するね。ああ、これはハイパーボールですね。逆に2ゲーム1点も結構強いです。で、つけて、こいつでしばらく戦う感じ。ハイパーボール、1枚、2枚捨てて、デッキから、ライチュウでライチュウしてみるか。で、もうできることはほとんどないんだろうな。で、コケコ出して先陣の前に使います。で、この2体に、つけて、で、エナジードライブで100?100です。100だね。2パンと。では1枚引きます。
腹を引かないぞ、順調に回ってんのに反省してるフルボルテージを初ターンで使うという序盤で使うという目標は達成したが腹を引かないぞ。アセルラで回収します。あーすげえ実力感だなそれ。ダブルマシュクエネルギーつけます。4個出します。いやそんだけ引いてれば何でもできるって感じだよね、うん、きっとね。ちょっと大人ステージを使ってアセロラとアセロラ開始します。なるほど。これちょっと時系列でずっとガルガンが出ますんだよね、はい、ちょっとお願いします。はい、食いつくるといいなと入ります。ちょっとライアトビートで答えるので130段です。はい、入ります。はい、どうも。よいしょ。ダンベル。これでもまた忘れられてくれそうだよね。入れます。はい。よいしょ。うわぁ、つら。つら。ちょっと逃げる考えようかな。あぁ、でもね、これボルテッカーしても、会社のターン死ぬんだよね。忘れられもう会社できた。だったら出てこ落ちた方が楽なのかもしれないな。もう一回サイド4枚なんで、まあ、そうなんだね。かわしていけば、まあ、まだいいんじゃないかな。じゃあエナジードライブ、うん、じゃあ1枚引きます。でもゼロ枠ずるいって感じるな、すごく。取引2回目使います。取引2回目使います。じゃあそれは引くよね、普通に手帳で戻した。それ引き3回目使う。それは引くよね。それは引くよね。それは今ほぼ 50% ぐらいの確率で引けてるはずだよ、ね、そうですね、うん、最後にギリギリそれ引きますよね。ここはあーなるほど、ルガルガンジックス進化させます。このデッキにメタハルスしたら何が、ね、ライチュで進化出す。クーパーパー、あー、そっか、裸が GX に寄ってるっていうのはあるんだね。そうそうそう、一応マニューラー巻いて、あ、電磁木とか合うか、このデッキだったら。あ、これ、あ、そう、電磁木、さっき戦ってて、妨害されたんですよ。あれ、ピン出しでもいけるもんね。ピン出しでは、だから大会出た時に買うために確かに、電磁木ピン出しあるじゃん、うん、じゃあ、ライトビートで落ちるね。普通に落ちたし、もう後がない。ワークルスパークもうエネが減っちゃってるから全然軽くないんだよね、うん、自分の場で1枚でかける20か30、うん、そうなんですよ。ジャンチャルミタンジャンチャルミタンで生きてる。全然ドローも弱いし、大事にドロー弱いとかそういう問題じゃないの。ドローしすぎなんですよ。ドローしすぎっていう話だよね。手帳でも結構落ちるよな。ベンジリーで戻しておきます。これ無理ですよ、うん、まあ、エナジードライブ届かないでしょ。エナジードライブ1枚ハレは届いたんだけど80しか当たらない、ね、180だね、はい、180余裕30巻きが必要だった。1枚引きます。あー、ダメだな。忘れて回収します、うん、いや、だってでもそれができるのもそんだけ引いてるからなんだよね。それもワンズミって早く回すまず出すのキャットから、マニラ進化進みます。2回エネルギーつけます。ペタモン出します。特性今150出せるし普通に。じゃあひどいな、赤の今締めで出します。これも意外と結構強い。強いね、ドロー。悪魔来たのきっと強いけど。タンカー。はい。テテフ回収、テテフ出して割れたし。腹が、やっと来たかもないみたいな。うん、で、腹します。はい。逆に戻して、7ドロー。多分7ドローでどうにかなる問題じゃないもん。そうだね。いい？みたいな。うん。3、4、5、6、7。序盤の動き悪くなったけど全然追いつかないね。展開ないですよね。うん、ドローしながらこれ入れてるから
多分意外と俺 N 引かないんだけど、僕今度 N 引かないんだけど。さっきずっと N。うん、そうね。あ、張り替えます。おお。うん。まずいよ。今 N 引かないから動けないんですけど。一応デッキ足掛けようか。1、2、3、4、5、6、7。そう、使えないんだよ、微妙に。あと1枚いるんだよ。そう、パワフルスパークも使えないの。そう、パワフルスパークも使えない。まあ、そもそも減数されないんだよね。雷とかしか減らさないですから。パワフルスパークってことでいくつなの。どこ電気エネルギー依存。かけるかけるか。かける。うん、1、2だから、40。40しか取れない。全然強くないですよね。いや、でもこれで、動けん。これ出したことない。ターン終了。動けないです。40でも黒さないですか。いや、打てないんだよ、これ。雷しか減らさない。これ無色だから減らない。え、無色ってのも、あ、そういうことなんですか。うん、っていう認識なんだけど。そういう認識で。雷エネルギー5分少なくなるんだから、無色は。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたたち